いや長いよね。長い長いね。いや長いよ。長い、まあ、長いそうね。長い。いや何年？何年ぐらいだ？十もう。むずいなむずいな。12年ぐらいかな。何で何が？何の話をしてるんだろう。うん、いやもう付き合い長いよね。まあ長いです長いですよ。そんなになっちゃいましたね。そうね。ねそう12年だもんね。12年ぐらいいるよね。10年軽く超えてるね。かねすごいね。親より一緒にいるわけだ。それはどうかね。あんま早い別れだったことだいぶだいぶ早い別れだな。まあお互いねこんな長くいたらお互いのことわかるよね。前もやったそうね。やったよ。この感じ前もやった気がするんだけど。短い。いやいやもうだいぶ経ってる。1年弱ぐらい経ってますよもちろん。まあそうね結構前だったと思うけど。12年とか言ってて。いやもうこの1年でさらに深まったわけじゃないですか。変わんねえよ12年だったらもう。ここまで来たら変わんないのよ1年は。実況取るペースも上がってきてるわけだからさ。上がってる1年前からちょっと最近減ってるしね。そうね。まあ前やりましたけども、はいはい、これね今これ画面に映ってると思うんですけど40個ちょっと質問考えてきたんでこれランダムです。ランダムに1人10問ずつ。あ、そっか、これは自分で考えてこなきゃいけないのか。40個考えてきました。それは大変でしたね。これ前ウッシーがさ考えたのに俺もみたいなさ、うんうんうん、言ってくれてさ考えてって LINE 送ったらさ、うるせえバカって返ってきてさ、ひどっひどっうっし、ちょっとそれはひどいよ。あんな自分で考えるって言ったのに。違う、動画用のリップサービスでした。なんか信じるやついそうな LINE なの一番やだ。いそうな LINE やめろよ。あ、嘘やめとけ。嘘だからね。やめな。じゃあやるよ。はい、じゃあ私のから始めましょうかね。はいはいはい。2代目レトルトを決めさせてもらおうかな。うわ出た、はいはい、2代目システム。2代目襲名ね。今ガチさんとキヨ君はそれぞれ襲名し合ってるから。そうね、お互いに襲名し合ってるっていう。すごい状態だから。俺全員襲名してるからね。そうね。一人トップ4やってんのお前。一人トップ4なの。襲名しちゃってるから。ガチさんに至っては5問正解してたから。ちょっと気持ち悪いっすね。ありえないもんこれ。正解できないのが前提だからね。そうね、これ。そうね。できてんだろうなって思ってたもんあの時も、はい、いやマジでこれランダムなんでどんな問題がね、はい、来るか分かんないですけど、まあ、はいはい、とりあえずちゃんと答えましょう。何でも分かりました。で正解を目指すやつです。これふざけるんじゃない。了解しました、うんうん、じゃあ行きます。ほい。おいいね、この 1問目としては。なるほど。一番好きなチェーンのレストランですね。レストラン、チェーンレストラン、まあいろいろあるよね。ファミレス系ファミレス系とかだよね、うん、基本的に。マジでピンとこねえじゃん。え、マジでピンとこねえじゃん。ディスコードに答えてもらうんですけど、俺もまあ書いてる状態で止めとくので。わかりました。はい。え、これピンとくるもん。書けばいい。全然なんだけど。ピンとは来ないから。ピンとは来ないけど、まあでもなんかわかるっしょ。どっかで俺話してるかもしんないし。これかな。これか。ねこれかな。まあみんなでファミレス行ったこともいっぱいあるよ。あるね。何回かあるけど。ある、はいはいはい、深夜ね、そこにずっといたこともあるだろうし。はいはい、うん、あるね、はい、まあ、そことは限らないけど。あ、まあ好きって感じじゃなかったと思うけどな。いつでもいいっすよ。いいっすよ、あらちゃんも。はい、じゃあまず3人じゃあ答え出してください。はい、はい、いいですか。はい、せーの、せーの、はい。これはもう俺らがすごいじゃん。これはもう俺らがすごい、まあね、正解だね。これもう、これ逆にこんな揃ったら俺がサイゼリヤじゃなかったら怒られるやつじゃん。なんか違った、そっちが間違いだ、ね、そっちが間違いだね。不正解だね。分かってない自分のこと、うん、いやでもなんかでもなんかガチさんもなんか分かってなさそうだけどね、この感じ。なんかね、なんで俺がサイゼって最初言ってんじゃん、ちゃんと。ガチさんちょっと文字ちゃんと書いてください。サイゼリ嫌なんですよ。
大事なとこですよ、俺。あ、あとやか、これ。そうなんですよ。ちょい恥ずかしい、たまにガスがやるやつですね。ファイヤーエンブレムみたいなもんか、これ。そう、エンブレム、エンブレムだから。エンブレムね、ファイアーエンブレムね。罠が3つ、罠が2つ。あれ、ファイアーなの？二重の穴があるからね、あれ。そう。そう。なんで、なんでサイズなの？サイズ、なんかサイズはみんな好きだろって思って。そう、サイズなんじゃないのって。まあ、まあ、なんか間違い探しの話した気がするんだよな。そう、なんかサイズ好きだよ。なるほど。よく話するじゃん。うん。なるほど。俺はあの間違い探し好き。そうね。だから。難しいやつね。じゃあ、答えいきますよ。はい。はい。ここすでに。言ってた、そんなこと。聞いたことないわ。朝までいたとこなんで。朝までいたとこで。いや、普通に子供の時から好き、ココス。そうなんだ。そうなんだ。いや、それはなんかちょっとよぎったけど、うん、朝までいたことあるな。でもさ、あそこにあったからだけだと思ってた、俺。いや、ここ、ね、うちもそういう風に感じた。マジで美味しいじゃん、包み焼きハンバーグ。美味しい、美味しい、ココス美味しい。ココス美味しいけど。美味しいけどな。めっちゃ美味しい。だからサイゼはね、あんまりね、俺人生の生活圏にあんまなかった、単純に。だから行ったことが 2,3 回ぐらいしかないんだよ。え、マジかよ。うん、あんま行った記憶がない。サイゼばっかりの匂い、多いよね、ねえ、俺好きでしょうがないけど、サイゼ。俺も好きだよ、サイゼ。美味しいし。ファミレス全部好きだな。俺も好きだよじゃないの。ね、俺の当てる時なんで、今。いや、俺らは3人そう正解してる、ね。いや、そう、残念不正解。そういう、そういうクイズじゃないから。残念だな。高校生は間違いでした。不正解です。なんて答えるか当てなきゃ。そう、頑張ります。頑張ります。あれ、3人は揃えれるんだ。これからもなんかそうだね、ここまで。じゃあ行きますよ。はい、もっと考察してください、はい、考察。はいはいはい。高校生。わかりました。俺一緒にいなかったし。当てらんないよ。ガンスもいたよ、はい。俺いねえよ、その時は。これ。ここ好き。新しいの出ましたよ。なんか言ってた。え？なんか言ってた。ドラゴンボールで一番好きな女性キャラは？ああ、なるほどね。いや、これわかんない、俺全くわかんねえわ。俺もわかんないよ。まあでも女性キャラ少ないよ、めっちゃ少ないね、うん、少ない少ない少ない、相当少ないんで。俺はね、読めた気がする。え、すご、読めた気がするね。え、マジ読め、はい、え、読めた。もう俺自分の中で今割とまだ悩んでるとこもある。俺自信ありです。自信あり。え、自信あんの。自信ありです。マジで。でもさ、その女性キャラ全くタイプは違うよね、全然。まあね、え、ドメジャーではないと思うんだよ。ドラゴンボールってもうほんと初期からこの最近 のスーパーまで含めて、まあ初期だと思っていいよね。初期なのか。まあそこは俺のあれを当ててほしいですけど、まあ最近のはあまり見ないだろうな。まあでも俺の好きなドラゴンボールはね、初期だなんで。え、ごめん、もうちょっとわかんないわ、これなのかな。何を入れるんだろう。ちょっと待って。まあでもそんなに俺女性キャラわかんねえ。俺女性キャラってあんまりな。でもまあ、まあ、メインは5キャラぐらいしかいない。メインところはわかるよ。うん。うん、でも逆にメインじゃないところはドマイナーになっちゃうからね。まあそんなとこにはいかないよね。そんなとこ行かないか。じゃあこれかな。うん、あのナムにお色気で迫ったやつとか行かないでしょ。なんだっけな、なんかなんか髪の毛短い女の人。そう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 。あー、天界一武道会の。でもあーこれかな。天空ペケ事件のナム。そう、天空ペケ事件。あー今と思ってんの。うん。いいよ。いいよ。あ、ちょっと待って、消えちゃった。まあでもなんで今悩んでる。いやいや、俺だって、俺決めてないからね、もちろん。いや、でもこのクイズ考えた時点で、あ、俺はこれだろうなみたいなさ。全くもう俺そんなもう何も考えてないよ。何にも考えてない。質問のこれ埋めることしか考えてないから。はい、もう書きました、私。はい、もう俺もういいです。俺でいいです。はいはいはい、じゃあどうぞ。はい、いい、あ、おしゃった、ごめん、ちゃった。あ、でもこれマイ、やばい。マイで、マイって誰。ピラフと一緒にいる女性です。あ、そう、めっちゃ出世したキャラ、黒髪のね。あ、まさかの。今やめちゃくちゃ出世した。今やトランクスとこうカップリングがあるような。そう、そうなの。そうなんだよ。トランクスとうまくいってるキャラはこいつなのよ。
そうなんだ。まさかのね。そう、出世してるんよね。大出世したの。いや、レッツさんって、うん、やっぱ金髪、そう、好きだ。クール系みたいなやつが好きなのよ。え、キちゃん、そんな印象ある？いや、絶対あるよ。いやね、それ俺ちょっとあるわ。金髪あるよ、ね、クール系、うん、俺が、うん、いや、あるある。そうなんだ。なんか、あのね、よくね、よくやるゲームでさ、その女の子の金髪超好きだもんね。そういう系選ぶしね。いつも選ぶもんね。金髪キャラ好きになりがちだもんね。ああ、まあもちろん18号ね、いいからね。18号さんいい。なんで、なんで前なの？ウシに自信ありだったけど。なんか好きそうって思って。いや、まあ金髪もだけど、ああいうなんかね、髪ストンとした感じの人も好きなんじゃないかなって。出世してほしいな。なるほど。まあでも他に少ないもんね、キャラクターは。少ない。そうね。じゃあ多分。じゃあ答えいきますよ。はい。はい。一番人気なんじゃねえか。じゃあ答えオープン。うん。いやねえだろそれは。いやなんでだよ。嘘。ブルーは好きな人なんていないだろこの世には。ブルーはだけじゃないよ。この世界すごいこと言ってるよ。いないだろブルーは。ないよ。いえ、ブルマはなんかわかるよ。初め読んだ時とかは全然好きじゃなかったんだけど、一周回って誰からって考えた時、まあブルマなのかなって。ないだろブルマ。いや、めっちゃ可愛い時期もあるしね、この色々髪型があるけど、可愛い時期あんのよ。そうそうそう、好きなやついないだろって言われてめっちゃ可愛い。ブルマはねえよ。なるほど。なんかトランクス抱えてるぐらいの時期とか髪型とか可愛い気がする俺は。あでも迷ったのは18号と迷った。いや、あやっぱそうよなと思ったけど、前は、まあまあ、前は頭の中にいなかった。嘘だろ。前だと思ったな。いや、前好きなんだ。いや、そうでもない。お18号の方が好き。あ、でも確かに。じゃあ18号で。18号とランチさんの方が好き。牛まで18号だったらまた俺詰められちゃう。危ねえ危ねえ。いやでもビーデルとかまあいるし。まあ、いるけど。ビーデルさん確かにね。ビーデルさん。うん。後期のビデルさん落ち着いてるしね、なんか。うん、そうね。まあ、父はないなとは思ってる。父はないな、本当に。父はないと思う。ないか？ないのか？いるよ、絶対。まあ、いるのか。いるいる。まあ、パンちゃんとか入ったら、ね、ちなみに男キャラは誰好きなの、レッツさんは。男キャラ。男か。やっぱ男キャラむずー。ウパウパそれやっぱ大本命ではないだろ。いやでも普通にね、普通に大本命じゃないの別に。ウパの父かな。いや普通に俺サタン好きなんだよね。ああサタン、ね、ああでもサタン、ああまあまあまあ。でも最後マジであれ感動したんで、意外に英雄だからね。戦わないっていう選択肢が良かったから。ああれかっこいいからね、世界一。戦う人だったらピッコロさんだね。ああピッコロさんなんだ。いやピッコロさん良すぎる、ね。確かにね、ちょっとでもご飯に当たりつけんだよな、はい、いやいやそれは愛でしょ、愛だろそれ。ちゃんとあれだろ、助けろお前だろそれ。お前だろお前のエピコさん。じゃあ行くよ次。はいはい。うわおお、遊園地で一番好きなアトラクション、これあれがあるな。なるほどなるほど。消去法があるから。あ、そうね。あーなるほどね。それ、まあ、遊園地これ遊園地の代表的な、なんか、なんだろうな、アトラクションを浮かべればいいのかな。あまあそ、ね、そうね。そんな、あの、名前とかではないね。その、そうね。枠組みだね。いわゆる。ああ、そうね。乗り物の名前とかだよね。いわゆる。そうだね。ジャンルっていうか、そうだよね。うん。ああ。なんだろう。いや、マジで。限られんな。いや、結構限られると思うな。これなんじゃねえの？え、何が好きなんだろう。じゃあ俺も入れちゃおう。うん、そんなにまあなんか悩める感じでもないな。いやわかんないもん、あんまりジャンルわかんないからな。まあちょっと広めに俺言うわ。ちょっとなんて言ったらいいかわかんないから、うん。そうそうね。広め。そう、なこのアトラクションのことなんと言えばいいかがあんまりわかんなくて。ああ。ちょっとヒントだな。そうですね。これ以上は喋らない。何なんだろう、その言い方的に。なんて言うの、俺も分かんないね。まあまあ、なんかでもいいや、それっぽいこと書くわ。
よし、オッケーオッケーオッケー。まあ広いからでも正解者出るかも。まあなんかそれっぽく書いたら分かんないからもう。ピンポイントのワードじゃなくてもいいんでしょ。まあ近かったらもう大事大事。オッケーオッケーオッケー。はいはい。じゃあ行きます。ちょっと待って、はい、ちょっと待って。これってまあでも当たる可能性はあるよ。だって全然分かってないやつはもうこれ分かるからね。外れ。いや俺も十分可能性あるとは見てる。おお、当たる可能性あると見てます。 OK、 いいよ。はい、じゃあせーの。よ、はい、なんかみんな似たようなことか。つまりそういうことだよ。そういうこと。つまりそういうことだよね。そうそうそう。皆さんの見るライド系ってのは例えばどんなやつですか？そのあ、だから あのほらディズニーとかだと、ディズニー言うとあのカリブの海賊とかさ。そう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 、そういう意味で。プーさんのハニーハントとかのね。そうそうそう。乗って、まあ、物語で見るやつ。あー、なるほど。ウッシーもそれ？俺もそういう感じ、イメージとしては。あ、俺も好きだし。俺も全く一緒だね。スーパーマン落ちなくて速くなくて激しくなくて世界観楽しむ楽しむやつはそうだね。そうだな。どうなんだろうな。同じこと言ってる。同じことなのかこれは。これでも全然同じことだと俺はそう思ってるけど、これ同じだね3人とも。あ、同じか。なんかわかるもん全部。そう。じゃあ答えいきますよ。はい、ドン。あーそっちか。そう、俺はダイニングでモニター見て席が揺れる。はい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 。スターウォーズとかですよね。そう、俺はね、もう移動もしなくていい、なんならその発想なかった。確かにそれ、いや入ったな。いんだこれ系好きなのよ。俺呼ぶんだよな席揺れるの。俺も呼ぶんだよな。そうでもこれは怖いはもうないじゃない。確かに動かないのか。速い怖いはまあないだろうと。う、ね、あのなんかに、ニモとかあるね。このニモサーフライダーみたいな、ね、そういうやつ。これはちょっと、これちょっと違うかな。だからスーパーマンもしかしてワンチャン合ってんのかなって思ったけど、ちょっと違うっぽいんで。違う違う。あれ、ね、ちょっと残念だな。もう俺が残念。惜しかったね。俺が外してるみたいになってる。また不正解。次は誰か当てるわ。じゃあ行きます。はい、あれ、これ今誰も誰も当ててない。当ててないね。当ててないね。一番好きな映画パッと思いつくものは何？これは当たんないだろうな。そもそもいつも違うこと言ってるからな、映画な。そもそもこっちが知らない可能性が高いからな。絶対あると思う。パッと思いつく映画、あ、でもうん、まあ今パッと思いつくものだから、実はあれあったとかもあるかもしんないけど、今パッと思いつくもので言いますよ。じゃあもうこれでいいです。あ、もう映画ね、そんなに俺わかんないからな。映画、知らない映画ではないわ絶対。え、誰もわかんない。その聞いたことのある映画ではある。そのマイナーなものとかではない。ああ、そのコアな感じじゃないってことね。そうそうそう、知らないだ、知らない映画は言わない。でも映画の映画何見てる？でも当てようと思ったら可能性はあるこれ。ちょっと俺の引き出しがなさすぎんな。ちょっと映画のタイトルがわかんないから、そのあれ、うん、でいい。あ、もうそうそう、そういうちょっと近ければもう OK ぐらいの感じではあります。はい、はい、OK です。はいはい、じゃあお願いします。いい？はい、せーの、うん、せーの、うん、はい。ほほほほ、割れたな。ウッシーはない、ウッシーはないな。ウッシーは多分ないと思うんだよな。バックトゥザフューチャー嫌いなやつなんかいねえだろ。だけど全員好きだろ。全員好きだけど、なんか全面的に世にも言ってる感じはないから。まあね、あ、まあそうね。まあアクション映画の方が好きなのかなとは思ったけど、ね、アベンジャーズ系かクレヨンしんちゃんで迷ってクレヨンしんちゃん。あー、そっか、そのパターンとか。あー、そっか、ちょっと前の先に言ってることか。もちろん全部好きよ。だよね、スパイダーマンそうですね。あ、もうベスト5に全部入るわ正直余裕で。ベスト5じゃないってことじゃないかよ。もうベストじゃねえ。いやいや、1位ももちろんベスト5に入ってるからね、当たり前。まあまあまあ、そうはそうそうだけど。でも違うな。何くんだ、何くんだ。アベンジャーズやめろよ。何くるんだ。じゃあ行きます。どう、もう俺いいじゃん。じゃあちょっと入ってんだからさ、アベンジャーズです。結構まっすぐなんだな、ブルマとか。確かに確かにね。
割と王道なのか。思ったよりまっすぐって考えた方がいいのかな。ひねくれたやつ扱いするな。いや俺はバックドゥーザフューチャーもまっすぐのつもりだったけど、いやバックドゥーザフューチャーは頭の中に出てたよ。おでも詳しくはないんだよね、はいはい、みんな好きだ、大好きだけど、そのめちゃくちゃ詳しい感じで言えないから、まあって思ったけど、まあ、それはそうだな。ガチさんな、スパイダーマンな、どっちかっていうと俺はスパイダーマンのさ、あの3人出てくるやつを思い浮かべた。いやでも大好きだけど、はいはいはい、もっと大元の方か、アベンジャーズの方ね。アベンジャーズの方か、まあ、アベンジャーズあんまスパイダーマン入ってないからね、基本的に。そうなんだよ ね、 ゲスト的なポジションだもんな。そういるけど最後はって感じ、うん、まあ外れかな。にゃー、当たらんな。テンダーランドはなんかあんま映画だけど、やっぱアニメだからちょっと覗いてたな俺。ひどくはないだろ。ひどくはない。別みたいな。クレヨンしんちゃんの映画って聞かれたらそう言うけどって感じだな。はあ。お前アニメ見ねえ。いやマジで悩んだな。アベンジャーズとどっちか。いやアベンジャーズはこれ当てれたよこれ。当てれたね。当てれたな。当てれた。これは確かにちょっと。スパイダーマンだった気がするな。もっと広い。可能性はあったね。ちょっと頼むよ本当に。サムスのパチ。まあまあまだまだあるから問題。はいはい。じゃあ行きます。うわ、パッと思いつく少女漫画教えて。これはもう俺がパッと思いつくやつ書くしかないな。もうそうだね、それしかないか。好きだとかじゃないからね。もう、うん、はい、もう僕は書きました。あ、もう書いた。俺も自分がパッと思いついたやつ。はい、あ、でもこれその括りでいいのかな。まあいいのか。あ、でもこれが少女漫画じゃなかったらもうごめん、俺の知識がないだけだ。そうね、俺もそういうとこあるわ。はい、OK、はい、当たるかもしれん。はい。じゃあ、せーの、あれ割れたな。あ、ちびまる子ちゃんって、ちびまる子ちゃんって少女漫画だろ。あ、でもリボンだったしね。あ、そうか、少女漫画誌ではあるのか。そうなんだ。ガチャン、ちびまる子ちゃん、牛のダメカンタービレ、はい、ダメカンタービレ、スーパーマンがさすの仮面、フルの仮面。そうだ、そうだけど、すごいな。パッと思い浮かんだの。すごいな、それは。浮かんだもん。まあ、展開的には、まあ、昔の少女漫画っぽい展開ではあるよね。あ、そうね。いやもう、でもちびまる子ちゃんは俺めっちゃ好きなの、結構言っているよね。そう、ね、そう、一応少女漫画に分類されてはいるはずなんだよ ね、 だね。面白いかな漫画。じゃあいきます、せーの、はい、よっ、ちびまる子ちゃん初めて当たった。ついに来ましたか。ガチさん行って、ちょっとメモっといてよ。やったー、ありがとうございます。いやでもその発想はなかったな。なるほど、好きだもんねまる子ちゃんね。いやだからもう持ってたから少女漫画っていうのに入ってなかったわ。だ唯一持ってる少女漫画がちびまる子ちゃんだったから、ね、そう、漫画、そう、本当に漫画でも少女漫画あんま読まないからさ。あ、ちょっと待って、ん、なんだなんだこれ、コンってひらがなの。イチャモン入ったぞ。いや別にこれコがひらがなだったら、イチャモン入りましたね。確かになんかガチさん多いからな。うん、さっきの見逃したけど。見逃してなかった。あ、違う、今キーボード壊れて変換できないんだよ。ああ、そうなんだ。ごめんごめん。スパイダーマンは苦しいこと言ってる。カタカナ苦しめのこと言ってる。スパイダーマンとカタカナでめっちゃ漢字使ってるけど。まあまあまあ正解ですよ。やっといった、いった。でも案外当てれる問題もって感じあるけどね、全体的には。まあそう、惜しいんだよな。リスさん好きなもの結構あるから。そう、俺結構発信してるからね、好きなものは言ってるんだよね。やっぱあれだね、何かを好きって幸せなことだね。言うな。いらんわそれ。いらんそれ。じゃあ行きます。キャッチコピー、キャッチコピー言うな。イベントキャッチコピー。そうなんだ、幸せなことだからね。幸せなことだ。はい、この漫画はエロかった何。はいはいはい、これはあれですよ、世代ですよ。いやもうこれでしょ、世代って。これこうだ、はい、OK、いやまあどっちかだと思うのよ。どっちかだと思うけど、これどっちかだよねこれ。うん、どっちかだと思うけど、俺はまあこっちかな。俺の中で3択あるけど、はい、3択、3択ある。でもまあ、それそうね、まあでも一番世代なのはこれかな。好きなのはあっちなんだけど、ちょっと待って、わかんないんだけどな。そう、多分その時代のね、エロ知らないんだよ。あ、まあまあまあ、と、あ、二択でこっちかな。まあ、多分ウッシーの二択は多分ね、合ってるよ、きっと。
あってそうだよな。さすがに合ってる。この2個っていう感じは出る。でもう一人俺1つ足してるけど、でもこの2個って感じですね。あ、じゃあこれいいか。はい、これかな。はい、いけます。 OK ですか。はい、別さんが見てたもので出したわ。おお、見てたってわかるんだ。じゃあ、うん、せーの、はい、おら、割れた。確かに合図。そうだよな。割れた。これのどれかだろっていう話。全部エロいね、確かに。うん。まあ、これなんかこれ、しかもこれ順番通りになってんな、ちゃんと。世代が。素晴らしいね、素晴らしいこれ。いい並び。え、合図って一尺より前なの？一尺後なの？前。そうね。合図は結構古いかも。俺だって学生の頃。合図は古いね。うん、あ、そっか、表示されてる順番が違うのか、うん、あ、違うんだね。合図1個 100% トラブルの順になってる。の順番。ああ、そうなのね、うん、うん。ちなみに、俺答えにはなってないんだけど、答えじゃないんだけど、悩んだのがヌーベイですね。あ今と絶対無理だもんな。一番エロいまであるからね、あれ。一線超えたもんな。小学生の時にね、あれつやばいよね、あれ。確かに。さんでもあとあれ読んで二人エッチって言ってたからさ。言ってねえわ。好きってさもんね。言ってねえわ。いつまでもずっとただそれやってるだけの漫画じゃないのよ。すごいもんあれ。永遠にそれしかやってないから。それだけだもんな。うん、それだけなのすごい。島工作だったら面白いなこれ。確かに。課長じゃなかった。確かにちょっとエロい要素あるかもな。じゃあ答えいきますよ。はい、はい、せーの、はい、きた。あ、そっちかよ。そっちか。でも悩んだけどね、世代なのはこれなのよやっぱり。あ、俺の中でエロとちょっと違うんだよな。 H500% は別に。いや逆に言えば俺合図がエロと違うんだよな。あ、そうなんだ。あ、そうなのか。合図はエロを感じたから小学生だったしね。まあそうだね、あの頃は。合図ちょっと、そうね、ちょっとちょいエロだよ、ね、ちょい 上の世代だよね合図は。やっぱ、うん、その少年からすると大人感があったんだよね。わかる。トラブルはね、読んだことがない。モロエロだからね、こっち。うん、トラブルはもうちょっと卒業してたな、そういうの。そうね、うん、なるほどね。あと、タルルート君とかも悩んだ。ほう。あー、昔エロかった、確かに。タルルートエロいから、結構。ほう。いや、これ牛まずいよ。まずいっすね。確かにね。まずいです、これ。1問ずつ。じゃあ、いきますよ。はい、サイゼリア当ててるけどね。当ててねえわ。あとココス見るライド系ね。ね。うん、当ててんだけどね。違う。みんなで一緒に映画館型のやつだよ。俺言ってんの。うわ。一番おしゃれだと思うケーキの名前をどうですか。何それ。どう。これ最後の方に考えてない。いや最後の方に考えたよこれ。最後のもひねり出してるもん。もういやって一生懸命さっきまで書いてたんだから頑張って。大喜利じゃないこれ。なんかじゃあそれっぽいってこと。大喜利じゃないよ。普通におしゃれだと思うケーキの名前で。だ、美味しいとか好きなケーキじゃないよね。なんか、そういうことか。名前がかおしゃれってやつだね。おしゃれだと思うやつ。名前、俺的にあれかな。じゃあこれ正しか分かんないもんな。いやちょっと分かんないケーキとか。これこれでいこう。なんだケーキの名前って。ケーキのショートケーキとかってことでしょ。まあね、そう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 。まあショートケーキの前でも結構おしゃれっちゃおしゃれだしね、それなりに。ショートケーキ、ケーキの名前なんか5種類くらいしかねえだろ。あるある。え、私はこれで。ちまこちゃん、ちまこちゃんが言ってる。私はこれでいくよ。残っちゃってる。残っちゃってる。丸ちゃんいる。私はこれでいくよ。ええ。いやでも当たらない。どうなんだろうな。結構難しいかも。いや難しいねこれはね。いや、まあ、当たったら、でもこれ当たったら気持ちいいよ本当に。気持ちいいね。言葉があんまりわかんないもん、ね。もうこれダメ。当たるわけがない。当たるわけがない。当たらない系だねこれ。いやもういいですよ。行きましょう。どんどん、はい、はい、じゃあせーの、の、はい、おら。わ、ヨガさんのすげえかっこいい。かっこいいよ。なんかあるじゃん、なんかすげえ知らない。何それ。すげえ。何だと。え、チョコレートケーキみたいなやつ。ええー、かっこいいな。もう将軍みたいな名前してる。
将軍ザハトルテ。かっこよくないこれ。かっこいい。確かに。将軍ザハトルテって感じするもんね。呪文みたいな。確かに技でも人名でも。どこの？よしふざけちゃダメよ。ふざけてない。ふざけてないです。ふざけてないです。ウルトライトは可愛いじゃん、なんかどちらかというと。おしゃれ、おしゃれです。でもいそいそ。タルトはおしゃれなんだ。確かに。ワンピースとかで。ああ確かに。おしゃれ確かに。ミルクレープ。タルト大佐みたいな。ミルクレープ、ああおしゃれ。うん。どういうやつだろうな。ミルクレープ。いやミルフィーユとかそういう系もあったかなと思って。ミルフィーユもおしゃれですね。ああミルフィーユもそうか。ああ確かに。ああその辺あったか。じゃあ行きますよ。どうせ遊んでないだろ誰も。誰。はい。ガトーショコラ。わからんわからんわからん。いやかっこいいじゃん。チョコレートをショコラっていうのがかっこいいなっていう感じがするね。なるほど。ガトーショコラ。あとこれおしゃれバトルはザハトルテの勝ち。ザハトルテの勝ちね。ザハトルテ。最下位だよ牛。そんなことないよ。フルーツタルト大佐って言われてたよさっき。全員に無視されてたけど。大佐にされてたからね。このまま1問当ててほしいなやっぱ。いやはいはいはい、はい、じゃあいきます。まだあんでしょ。まだもうちょっとです、はい、今パッと思いつく好きな曲名をどうぞ。出た出た。パッと思いつけ。パッと思いつくってあんだよ。パッと思いつくのなんか読めるわけねえだろ。まあ好きな曲ってことよね。はいはい。レッドさんの好きな曲なんだろう。知らねえ。知らねえ。好きな曲知らねえよ。ただうん、歌って言ったらやっぱあーはい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 そうねそうかやっぱそれっしょ。マジの、マジの話、歌い出しも覚えてないからねおいおいおいどんな感じで歌い出すんだろうみたいな感じになっちゃってるから。え、これじゃない、それじゃない、それじゃないってことね。じゃないの。あいや、引っ掛けかもよそれ。やっぱり本当はじゃあそれでしょ。じゃあ書けよそれだもん、うん、ただ一問捨てることになっちゃうけど。そうなんだろうな。あーじゃあこれでいいかな。いやでも別にこれ分かんないわけじゃないと思うけどな。じゃあこれで。分からんって分からんって。分かる分かる。え何え何。俺じゃあ当てに行くわ。俺も当てるわ、はい、マジ。うん、うん、これ結構簡単いいよいいよいいよ。これでフォーマンス、これフォーマンスって書いたらめっちゃ怒られんだろうな。いいよいいよ。よし、OK ですか。いいよ。はい、せーの。おお。頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。よし、頼むぞ。それ、それいいなら俺だってやりてえよ。頼むぞ。でもまあ頼むガチさんこれはね、あれですか、ね、そう好きな曲なんでしょって思った。いや好き好き、もちろん好きだよ、ね、うん、昔からカラオケで歌ってた曲だしね。でしょ、うんうんうん、キヨ君はあれだね、あのラジオであのこれ俺言ってんだよ。あそうだね、オールナイトニッポンの時ね、オールナイトニッポンでこれをリクエストイメージあるわずっと、うん、まあ好きは好きだし、ね、まあそもそも結婚できない男の曲だから好きだしね。あれはいいですから。ウッシーは無回答となんか名曲の名前書いたんだけどな。え、これ誰が、お、ま、俺らのやついや、あんま言うとね。あんま、あんま、え、曲出してんのかなって視聴者がなっちゃうから。あ、ね、うん、まあまあまあ、あんま言わない方が。あんまね、言うとね。じゃあ行きますよ。頼むぞ。来るぞ、これ。スイミーです。あー、スイミーだーそっかそっか。いや、そうか、うん。これは思い出してくれないと。パッと思いつくで、スイミー出るんだ。いや、もうなんか、ウッシーが思いつかねえよってみんな言ってた時、今日から何も言わなかったから、もう分かってるなと思ったよ。あーあー、そうかそうか。もうずっと好きだし、すげえ。タイトル名がまず好き。なんか私、ラジオのことは覚えてるわ。よく言ってるから。言ってたな。これもキヨさん2点ですね。うわー、さすが。ウシはちょっとふざけてんのかな。フォーマンセルがふざけた曲だと。お言いたいわけだ。おおすごい戦ってる。ああじゃ あと何問、残り2問かな。2問か。はい、はいはい、じゃあいきます。すもし初めての動物買うなら何を買いたい。買ったことない動物だね。
以外で。そうだから猫とかない。じゃあもう猫以外って考えていいんだね。猫はないですね。あ、なんだろうな。うわ、それはもう飼いやすさとかもちゃんと込みだよね。いやもう全部そうだよね。だから象飼いたいなんて言えないよね。そういうことか。あ、これかも。ジャンル的にこっちじゃないかな。え、わかるんだ。じゃないかな。じゃあ、いや直感的なもんですけどね。わからん、わからん。まあでも当てれなくもないよ。やっぱ動物だからさ、結局ありえないのはないからね。わからん。あー、まあこっちかと思うけど、まあ、こっちでいいか。はい、これサービスかも。サービス問題かも。待って、はい、いいよ。はい、いいよ。はい、じゃあせーの。はい、はい、まあそうね。まあまあ綺麗に割れましたけど、飼いやすいのは絶対な、ちっちゃい動物なんだけどな。ちなみに俺犬苦手です。散歩したいって言ってたじゃん。いや散歩したいって言ってたじゃん。あの、俺子供の時に犬に吠えられすぎて苦手なの、まあまあ、で最近ようやく犬との接し方が分かってきたから、はいはい、自分で飼うのはちょっとハードル高いから。ガイさんダメ、ダメ、早苦手、落とされるの落選早。おばあちゃん家の隣の家で吠えられすぎたんで。あ、そうか、そういうトラウマ系だね、割と。普通に都内で飼うのきついかもな。なるほどね。そもそもね、そもそも。なんで牛インコなの？いや、鳥かなって、犬じゃない気がしたんだよな。これはまあまあ直感でしかないけども。牛だったら犬だもんね。まあ犬は好きだね。まあ俺は何でも好きみたいなとこあるから。なんか犬を鳥も好きだし、3匹飼いたいみたいな、なんかそんな話してたことがあるよね。あるね、あるね。なんでハムスターなの？飼いやすいしね。なんでハムスターなの？かわいいか。かわいいね。俺の答えになっちゃってるから。いやでもかわいいわ、ハムスター。あと、レッサンがロコちゃん好きだから。どこが、なんでロコちゃんが好きなの？話題に出すから。うん、ロコちゃんじゃない。ハム太郎好き。ハム太郎が好きなんで。ロコちゃんが好きはちょっと気持ち悪くなっちゃう。小学生だろ。いや、ハム太郎好きでしょ。ハム太郎好き。見てた。だからハムスターあるんじゃないかな。ハム太郎好きでハムスター飼いたいよ。小学生。あるって。あるある。あるって。だってみんな光の子見て囲碁始めだしたんだから。そう、ね。そしてすぐやめたんだから。実際に始めるやつあんまいないね。テニプリは多かったんだけどな。ああ、そうだね。俺も若干それはあってテニス部入ったとかあるかもしれない。いや、多かった。多少はね。うん。じゃあいきまーす。はい。はい。はい、鳥です。あ、じゃあ、いや、近いですよ。いや、これ、インコは正解ですね。鳥なんで。正解ですね。あ、何の鳥かは決めてないけど、やっぱ、まあ、フクロウとか、カエルならとか、いろいろ考えつつ。ああ、そうね。結構好きだった気がした。だから、なんか、餌が虫とかだったらやだなとかね、あの、冷凍マウスだったらやだなとか、そういうのがいろいろあるけど、まあ、鳥かいい。そう、鳥かなってのは。これ、言ってたことある気もする。だっけ？それなんか残ってたのかな、うん、覚えてないな。でもこれまだキヨさんがあれですね、211かな。そうそうそう、ね、はい、逆転できるよ、逆転というか。確かに追いつけるってことだね。はい、逆転はできないね。ラストいきます。逆転でもいいね、はい、うん、逆転でもいい、まあ、全然俺も逆転してほしいから。いきます。うわ、行ってみたい国を。むずはぁ、どういうとこ好きなんだろうな。行ってない場所だよねってことだよね。うん、あ、行ってみたい国。どこに行ってねえんだ。結構行ってるイメージあるな。いや、そんなに国数は行ってないよ。遠いところは行ってないだろうな。あー、どこだ。うん、難しいだろうね。そうね、そうなんだよな。確かにこれは難しいかもな。結局そこに行った時に見つけた祖父母とか買いそうだからな、うん、あ、そういうことね。このレアの、うん、あ、じゃあ、まあ、あればね。で、しっかり 国名だよね。まあ国名だね。ああ。
俺ら4人の海外のイメージがなさすぎる。ないですよ。ないですよ。本当に大丈夫。これ他の人でも絶対当てられないから、他3人でも当てれるわけない。そう、海外旅行の知識がなさすぎて、ね、どこがどういう場所かそんな知らないんだよ。でも、キヨ君とかだったらはあるかもしれない。もしかしたらね。まあ、国には詳しいから、ね、なんか見たい何かがあったりするかもしれない。でもそれは当てられる。でもなんかもういいよ、ここ。はい、どうぞ。まあ、そんな変な国は逆に分かんないからね。はいはい。うん、難しいとか。自分の感覚で言ってみようかな。いや、なんか、なんとなくこれでいいや。まあ、これもなんとなくになっちゃうね。なんとなくだな。うん、なりますね。はい。じゃあ、せーの。はい。はい。おー。おー。分かれたね。イタリア？イタリア。これなんでイタリアだと思ったんですか？料理が美味しそう。イタリアン、本場のイタリアンをね。イタリアン食べたいから。でもまあまあまあ、でもイタリアはいいよね。イギリスは？イタリアいいかな。イギリスは料理まずいって言われるけど。なんか別に言われがちだね。何かがあってとかじゃなく。なんとなく。もうなんとなくだね。もうなんとなくよ。もしシンガポールは。治安良さそうだなって思って、なんかヨーロッパとかより。シンガポールは行ったことあるね。あんの？あるんだ。あるある。すげえ、あんだ。子供の時に行ってる俺は。はあ。だから今逆にも行ってみたいっちゃ行ってみたいけど、まあ、そう、なんか綺麗で治安良さそうな場所の方が好きかなって思う。綺麗だね。マジで綺麗だった。ゴミ捨てたら怒られるからね。そうだよね。それ有名だもんね。それを思って書いたんだけど。あ、俺ちょっと待って、書いてなかった。はい、じゃあいきます。はいはい、うん、フランスです。あー、フランス。あー、でもなんかでもヨーロッパだったんだよ。いやー、全然そっちだと思わなかった。フランスっていうかパリだね。パリに行ってみたいっていうのはあった。へえ。悩んだけど、うん。エンバペ見たいんだ。あ、やっぱ何席前に見たかった。まあまあまあ、そうね。そういうことか。もう来期はいないかもしれないし。そうだね、もうね。何、エンリコって何？まあでも来日する可能性もあんどうなの、今年は。ああ、じゃあ行かなくていい。急に興味を。じゃああれですね、キヨさん2点、牛行って、ガシさん行って、キヨさんがあれですね、2代目です。3代目、3代目ですね。おめでとう。おめでとう。おめでとう。キヨさん、今回も全勝狙うんすか。いらない、いらない。また一人トップ崩壊。え、何、スイミーと何やってたの？サイゼリアと。サイゼリア当たってないのよ。あの、見るライド系と。見るライド系で。あと 1500% か。あ、でも当てれそうなやつ当ててんだね、お前。当ててる、コンスタントに。あ、なるほど。北王子当てました。何？サツキ？うん。一応 100% のキャラ。サツキで言えたな。西の派だからやめてください。ああ、西の派。やっぱ金髪好きなんだ。それはそうなんだ。やっぱそうだ。やっぱそうだ。やっぱそうだ。その考え方でいいんだな。ブルマおかしいじゃんか。いや、ブルマじゃないじゃん。絶対。18号やって。18号いいけど、ちょっと怖いじゃん。ブルマだって怖いじゃん。いや、でも西の好きでブルマ好きは分かんなくもない。あ、そうなんだ。わかんなくもないです。さすが牛。仲間見つけた。じゃあその牛行きますか。はいはい。あれ、牛と俺前回同じだったかな。じゃあ9分にしようか。はいはい、はい、あ、そうね、どうか2つに分けた。一応なんか分けようか、うん、はいはい。まあ、キヨさんはどうなんですかね、分かりやすいのかな。いや、俺前回結構分かりやすかったと思うよ、答えは。そうかもね。そっか。でも案外言わないからな、こいつ。あ、言わないね。案外ね、何も教えてくれないからね、こいつは。あー、そうね。そう、一番秘密の男なとこもある。そうね、さんに言われたくないいや、マジで秘密の男なのよ、あいつは。正解。いやいや、あいつ俺の陰で隠れて、結局キヨ君のこと何も分かってないでしょ、別に。本当に知ってる記憶分かんないじゃん。まあでもお前が言うのはそりゃそうだわ。そうなんだ。そうよね。うん、そりゃそうです。俺はどっちもそう。そりゃそうだ。何も知らんが。じゃあ行きます。はいはい。うわ、当たんないやつ。あなたを漢字一文字で表して。当たんないやつ。自分でどう思ってんだよな。俺をでしょ。
はい、あ、これ当てる余地あるな。マジで？あるの？ある。当てたらすごいな。そう。まあ、変な変なワードじゃないと思うんだよな。ちょっと待って、俺が出てこないな。そうだよね。え？あれそう。ああ。薬とかかな。ああ、それだ。自分で言ってんのやべえな。俺は薬。めちゃくちゃ痛えやつ。痛えやつ。痛え、そいつ。薬。いや、でも、痛い回答する可能性もあるからね。そこも。そうだね。うん。まあ、俺はもう決まってます。まあ、俺も。やべえ、ちょっと、ああ。俺、前回成績悪かったから当てたいんだよな。ああ、難しいな。俺だけ決まってないのか。東さんのモンブランまだ許してないしな、俺。なんでモンブランなんで、だからって。チーズケーキって、それはないでしょ。いや、モンブラン食わないからね、普通に。美味しいけどな。モンブラン美味しいよね。美味しいよ。甘さ控えめなとこもいいんだよ。まあ、今食ったら美味しいかもしれんな、確かに。いいよ。はい、じゃあ、俺ら書いたんで。まあ、ちょっと待って、行きます。ああ、待って。はい、これかな。はい、せーの。はい。うわ、神か。神だ、絶対神だよ、これ。確かに。いや、なるほどね。なんか勇者とか言ってたんやけど、はい、勇者、イサム。俺は楽。なるほど。あー、そうか。やっぱ楽に生きてる的な、ね。まあまあまあ、ちょっと いそうな感じはあるね。そう、ちょっと俺分かんなかった、ごめん。神はその痛いパターンね、逆に。痛いパターン。ふざけパターン。まあない話ではないよね。でももうでこれは当たんないよな。ジュウさんいつでもいいですよ。もう負け。もうあそうだね。はい、あの漢字があまりにもありすぎて当たらない。はい、いやどれか、ね、どれかあるかもよこれ。ちょっと近いとこ行きたいな。ね、はい、どうぞ。バレてんじゃねえか普通に。そんなことあんの？普通にウシに見抜かれてんじゃねえか。そんなことあんの？俺1秒で思いついたな。痛いパターン。いやでも俺こいつ神だわって。俺王とかはあるかなとか思ったり。いやもう俺考えたけどさ、なんかわかんないそれ。でもそっちの路線だったら全部。そうなのか。全然わかんなかった。勇者はちょっと思い浮かばなかったな。それは確かにね。なんか、まあ言わないだろうなと思ったけど。うん、勇者じゃないしね。遊び人だしね。遊び人だね。あと賢者になれなかった遊び人だね。勇者だなあれ。勇者じゃない。何？何をボソボソ言うかな、お前。優が1個多くて、優じゃあ行きますよ、次。はい。はい。気をつけて。全部小文字ね。お、出たニコニコ動画、カッコ。この中を埋めてください。いろいろあるよ、これ。なんだっけなんだっけなんだっけこれ、いっぱいあったよ。これ、いろいろあるよ。これ、みんな分かったよ。言っちゃダメよ、これ。俺も、なんか、思いついたな、これだけどな。俺、いや、わかんねえ。俺はこれかな。俺かな。これなんかまあ7種類ぐらい多分あるんだよね、きっと。すげえ問題だ。いや、これはちょっともう自分が思いついたのを書きます。すいません、はい、なんか。いや、これあったっけ？俺も書いてるから。でもどの時代にも思いつかないから。どの時代にもいるからね。はい、あ、書きました、はい、もう書きました。はい、書きました。じゃあ、俺ら3人、せーの。はい、の。おぉ、あー、原宿か。 R と原宿が長かった気がする。 R 長かったでしょ。 R 長いね。なんかこの格好も原宿のイメージが一番強くて、原宿にあったからね、本社が。逆に他あんま思い出せないぐらいだったから。なんかベータとかベータ、だからガンマみたいなのあったよ、ね、確かに。そっかそっか、そういうのもあったか。 R が長かったイメージ強かったな。銀座もあったね。あったか。でも銀座短い気もするな。どうなんだろう。短かったね。じゃあキヨさんお願いします。はい。まだ投稿、まだ投稿してないんじゃないの？そんなことないのかな。違う違う、俺が活動し始めた時期がダブルベースだったの。あ、そうなんだ。全然覚えてねえよ。だから、そう、活動前に見てたちょっと短い期間もダブルベータしか知らないの。マジで覚えてない。ベータ時代とか知らんわ、俺。覚えてない、ほんと。違うか、これいい問題だったんだけどな。いや、面白い問題ではあるけど。そっか。そうね、まあ、そうね、初期しかそれなのか。そうね、これ結構強烈に残ってるな。そうなんだ。原宿と R もあるよね。意味症は。俺 R があんまりわかんない。あ、R 結構多分俺ら活動した時ちょうど R だったと思う。 R 長かった気がする。そうなんだ、うん、多分俺ダブルベータだったんだ。今何なんだろう。今何なんだろうね。いや英語でニコニコでしょ。あ、そっか。ああ、そうなんだ。あ、
ニコニコ動画じゃないもんね、もう通りで。あ、そうなんだね。じゃあ行きます。まあ、行きましょう。動画だけじゃない。お、出た。初恋は何歳頃ですか。知るか。もしかしたら、もしかしたらしてないかもしれないしね。そう、これまだしてない場合どうするの。してない場合は、まだって書いとけばいいんじゃない。そう、ゼロ、ゼロ歳、まだですね。まだね。まだ。きしょ。きしょ。きつって。まだ。まだ。何も言わずに次行っちゃうかも。なんかじゃあ適当でも分からない。いや、俺はそう、ね、分からなすぎる。そんな話しないからな。しないね。いくらなんでも。誰もしたことないけど、でもやっぱ自分なんかしないよ。自分基準で。でも大体このくらいじゃないの。こんなもんじゃないのかな。いや、ちょっとこのくらいにしてみよう。はい。オッケー。はい。はい、書いた。書きました。じゃあせーのいくよ。書きましたよ。うん、はい、せーの。せーの。はい。あー、なるほど。俺遅めにしたんだけど、だいぶせーるな。遅っ。遅い。遅めにしました。遅いなぁ。7、6、10。あ、そう、上がるかそこぐらいでしょ、初恋。だいぶ遅くないそれ。そうなんだ。どれぐらい、高1ぐらい。うん、高1、高2。あ、そっか。俺の感覚でそのぐらいだったからさ、自分が。俺、小3ぐらいだったな。それでも遅いのかなってちょっと思ってた。小3、7歳。でもまあ、ちょっとそれより幼くしてみた。ずっと女の子好きだった。6歳の頃から。いや、もっと前から。もう4歳ぐらいからずっと女の子が好きだった。ガシャのキャッチコピーかな。ずっと女の子が好きだ。女の子はもう本当に幼馴染から何から全部女の子好きだった。いいですよ。女を好き、幸せなこと。やめろ、俺と混ぜんな。ガシさんの個展やるな。はい、どうぞ。はい。あー、これ遅い。惜しいな、もう俺だいぶ一桁でいいんだ。ちょっと早かったのか、幼稚園とかの頃か。年長だね。あー、ちょっと少しだったな。でも大体この辺だなとは思ったんだけどな。うん、なんかその、うん、本格的に好きとかじゃなくて、なんとなくね、なんとなくそう、まあそうね、何々ちゃんが好きとか、そう、まあ、そう、女の子とか早そうだよね。なるほどね。そのくらいの頃の記憶ねえもんな。そうだね、記憶失ってるもんね。記憶失ってるわ。うし16からの記憶しかないからね。しかないね。そう、うん、それ以前の記憶が全くないから。頭打ってんな絶対。強く。じゃあ行きますよ。はいはい、どんどん行こう。惜しかったな。今誰も当ててないんじゃない。当てて、惜しいか。いや、神が当たってる。あ、そうだね、神で2代目なの出せぞ。神でアドバンテージ取りましたから。ゴッドだから、勢いずゴッドになってるから。あ、あなたにとって一番のご馳走は、俺ガシさんが答えたやつを。あれ、聞こえた。聞こえてるわ。ご馳走ね。これガシさん何だったっけ。これが前回ガシさんが、あ、これガシさん前回答えてんだ。答えてる。あ、やったやった。うん、で当ててたね。なんだっけ、ガシさん。なんだっけ。覚えてない。ポテトだっけ。違う。前回私はカツカレーと答えました。ああ、そうだ。そうだ。確かにそうだ。マジでなんだろうこれ。いや、キヨってあんま食べ物の話しねえような気がする。そうね、食えるもん全部うめえかんな。そうそう。でもその中でやっぱごちそうだね。好きでちょっと高級みたいな感じなのかな、ごちそうだから。もうこれ高級とは限らなかったりするような、自分にとってのごちそう。あ、そうだね、まあ、好きなもんだ。そう、キヨ君のこれ捉え方だから。そう、俺自分がもし答えるなら高級品にはならない。確かに。なるほどね。わかんない、あれしかないよ。いや、難しい。宮本武蔵みたいに難しいな。広がってるな、ごちそうが。はい、俺でも今その昔と感覚違うからさ。そう、本当に好きなもん意外とわかんねえな。わかんないな。昔と感覚違ってるんですか。もう今俺にとってのごちそうを書く。違うのか。じゃあ、なるほど。結構ヒントになったな今。今の俺にとってのごちそう、その昔のとかじゃなくて。じゃあ、なんかでもよかんない。むずっ。もういいや、俺も、はい。これかな。これにします、うん、じゃあ。もう。高いものじゃないと予想した。これわかんない。じゃあ、いきまーす。はい。はい。せーの。せーの。あー、なるほど。
うわ、牛攻めてる。天使が目の前であげてくれる天ぷらなんだね。あ、高そうですね。そんなのに言ってんの、キヨくん。知らないんだけど。よっしゃ、よっしゃ。そんな、じゃあ、いいとこ行ってんな。そんなやつになっちまったのかよ。出てもいいだろ。で、もんじゃ焼きは確かにね、最近の好きみたいなイメージあるよね。あ、まあ、好きって言ってたよね。ただまあ、ごちそうかどうかというとどうだろうなって。そうね。結構食べに行ってるからね。結局ココイチのカレーとかなんじゃないかなと俺思うのよ。やっぱ美味しいし。うめえよな。やっぱ出前とかなのかなと。松屋とか。ああ。うん、まあ。え？もんじゃ焼きは違います。違うんか。なんで俺だけ答えた。なんで俺だけ先に黙ってガッサリガッサリ。ちょっとドキドキさせてよ俺今。少しぐらいチャンスくれよ。もんじゃ焼きはないと。たまにカジさんだけはじかれるシステムある。はじかれない。最終戦までいけないのやめてくれよ。全然違ったんだろうな。違うんだな。じゃあキヨさんお願いします。お願いします。はい、これはね、当たんないね。それ何だそれ、初めて聞いたもん。あ、でもこれ俺も好きなやつかも。ちょっとオレンジ色のなんかやつ、そうそう、鶏肉のやって。俺はこれオーブン焼きが好きなんだけど、あれでしょ、油とか使わずにもうそれだけでもやつ、ね、うわ、俺も好きなやつだ。それ皮がパリッとしてるような感じの、あ、そう、俺も好きなやつ、意外と簡単にできるね、美味しいやつ。これごちそうだね。あ、俺も好きだからこれ1ポイントもらっていい？カレーつってんじゃねえか。カレーってダメか。カレーってダメか。シンプルな答え。カツカレーで引っ張られて打つの。引っ張られてもね、もう同じ人間だと思う。一回戦落ちのやつに言われたくねえな。勝手に一回戦にしないでくれよ。俺はちゃんと決勝戦行ってんだから、ウッシーと。勝手に采配で。天ぷらとカレーは決勝戦行ってんだよ。だいぶ。はいはいはい、次行きます、はい、はいはい、これ面白いな、ごちそうの話。今マクドナルドで何バーガーを注文する？バーガーね、はい、おー、今、うん、今ね、でもこれもう俺固定だな、いろんなバーガー食べないな。あー、あれってことは限定もんじゃないってことなのか。ね、まあ、それはわからない。ヒントになるとそうかもしれない。そう、なるほど、常にないとね。なるほどね、いろいろあるよな。え？でもなんだろう。これはマクドナルド一緒に行ったことあんのかな。いや、俺マクドナルド確かに知らない。こんなめっちゃ食べるわけでもないの。好き、大好きだけど。なんか一回一緒に行ったことあるかも。え、何食うんだろう。マジで誰の好みもわかんねえな、これは。あのなんか六本木のさ上のとこ。ないよ。だっけ。六本木でマクドナルド食ってんじゃねえ。いいだろ。いや、なんかなんかの店公園だからいいだろ。何の時なんだろう。わかんねえ。映画。まあいいや。なんだろうな。これでいいや。これはもう俺と同じであることを書けるしかないわ。俺も好きなやつをこれ。こうなったらもう俺の好きなやつを書いて。あ、じゃあ俺好きなの。一致してることに書けるしかない。はい。頼む。はい、どうぞ。せーの。せーの。の。俺が好きなやつ、サムライマック、マック炙り醤油、ね、今はあるもんね。あ、それコスケ好きって言ってたな。おー、やったコスケを、よっしゃ、これ何ポイント？マイナス、マイナス、マイナス10。マイナス限定マイナスになってる。いや、ダブルチーズバーガーは結局いいんじゃないかなと。ありだと思う、俺ダブルチーズだと思ったんだけど、でもなんかどうなのかなって。ビッグマックでかい、俺の中だとでかいというか。俺ビッグマック好きなんだよな。ビッグマックね。ビッグマックって包まれてる？その箱に入ってる？箱に入ってる。俺箱に入ってるの嫌なんだよな。なんか食いにくくて。ええ。ああ、わかるわかる。崩れやすいもんね。確かに崩れやすい。包まれてる方がそのまま食いやすい。あれ、あ、そっちか。サムライマックもありえるな。美味しいしな。そうね。コウスケが好きとしか言ってないからまだ可能性あるし、ね、そうね、まだ全然可能性あるから、これそうね、2人で食ってるかもしれないし、きしょ、いや、半分こしてる、いや、いや、はい、ガチさん、はい、お、うわー、そっちか、クリスプか、いや、でも期待させた
無理みんな期待させてる、うん、俺は逆に違うんだなってすぐ思ったけど違うんだと思った俺がクリスプなんだチキンフィレオじゃなくてあ俺もフィレオだったらまだ出てくる自分も食うからチキンクリスプが好きなんだよねチキンフィレオとだったら悩んでたんだけどなそうそうそう 俺好きなのチキンフィレオかダブルチーズバーガーだからチキンフィレオでもなんか確かさあれチキンクリスプって名前変わったんだっけてかなくならんかったあれあるいや名前が変わった出てたはずうんそうなんだ。あ、そうなんだ。マックチキンに、うん、ダブルチーズバーガーに名前変わってない？あ、そうだ。マックチキンだ。そうだ。ダブルチーズバーガーに絶対変わってねえわ。マックチキンになったんだこれ。マックチキンになったんだね。うわ。チキンタツタがいいのかなって。チキンタツタ限定だもんな。チキンタツタ美味しいよね。そうね。チキンタツタ、あんまない。でもあんま食べないな。チキンフィレオの方が好きだな。月見とかもよぎったけどあー、うん、月見も美味しいわ。月見も頼みがちで。そうなんだ。月見そんな好きじゃないな俺。じゃあ次行きます。はい、次行きましょう。キヨさんの食がわからないね。わかんないね。でもこの感じだと鶏肉好きなんだなってのはわかります、ね。鶏肉好きそうだね。ずっとね。そう、なんとなくそんな気がした。オーロラソースとクリスプで。まあでもオーロラソースあれでもフィレオオーロラソースだったよね確か。そうだね。うん、ね、そうだと思う。なるほど。何月が好きですか。なんじゃこの質問。何月が好きですか。何月か好きですか。あまあまあでも時期的な。でもね、俺ちょっとあるかも。12月、これ12月12分の1だからね言ったって当たる可能性あるあそうだね何月が好きですか、これじゃないかな、はい、いやこれヒントにないやでも何も言わない方がいいか何も言わない方がいい、ねまあね、12分の1だからでも大抵の場合真夏と真冬は除外するよな好きになりづらいよな。いつもね、それ除外すんのよ。そうなんだよ。いやいや、そうでしょ。暑いのいいと真冬。めっちゃ暑い時とめっちゃ寒い時はみんな好きじゃないはずなんだから。いや、確かに2月とかあんま好きじゃないかもな。寒すぎるもんな。寒いな。イベントがそんなにね、そこまであるわけでもないし。ね、いいよ。あ、俺ももう。わかんないから。ちょっと待ってくれ、うん。これっぽいの好きなんじゃない？普通に。影は細いな。なうわリバウドさんマージャンの親父みたいなこと言ってる。あ、知ってんの？なんでお前がそっちなんだよ。まだですか？オッケー。いるけど。特殊な煽りするやつ。じゃあ行きますよ。じゃあ行きますよ。はい。いいよ。行きますよ。はい。せーの。はい。はい、あーすごい2人かぶってる。なんかね俺言ってたような気がするね。12月なのか1月なのかわかんないけど。なんか年末に向けてなんかこうする来る感じがワクワクするみたいな意味わからんこと言ってた気がするんだよな。いや意味はわかるけど俺は意味はわかるけどね。年末なんだ。いやでもなんか俺からするとちょっと憂鬱だから。あまあまあでも確かにそういう感じのことは言ってたかもしれない。なんかちょっと前のなんかで言ったかも。前の冬と夏どっち好きみたいなさ。あその時あそう冬と夏はやったよね確かに、うん、やったやった、はいはいはい、ありなのかなって。いいですか。はい、はい、どうぞ。はい、よし、おー、はい、当たったよ、当たった、ウッシーに追いついた、神宿が、神に追いついた、やっぱこれも言ってた通りですか、これ神宿がなくなった、が、はい、好きっすね、そう、好きそうだった、イベントがこう近づいていく感じが好きみたいな、はいはいはい、年末のそう、で友達、地元の友達にも会えるしの、ああ、そうかそうかそうか、それもってか、そういうのもあって、なんかテレビとかの雰囲気も変わっていく感じがいいんだ、え、そう、全部好き、特番とかあるしね、確かに12月って面白いね、紅白とか好きだもんな。追いついたぞ神に。いや神追いついた。ワンチャンあるぞこれ。これやられる。じゃあ次いきます。はいはい、俺は1点か。うわ、一番好きな携帯ゲーム機を教えてください。おお、なるほど。前俺これドリームキャストって怒られたな。そう、あ、そうだね。まあ、うん、今回は携帯って書いてあるけど。携帯ですね。だからまあちょっと細かく言ってもいいよね。そのゲームボーイもいっぱいあるから。そういう言い方でもいい。はい、でスマホは？スマホはゲーム機じゃないです。そうですね。これかな。携帯ゲーム機。いやでも違うのか、この感じじゃないのかも。難しい。絞られはするはずなんだけど。いやあんまやってなさす。携帯ゲーム機でやっ。ほぼ任天堂なんだよな。ゲーム対ゲーム機ってなったら、まあ昔ちなみにヒント出すわ1個、うん、1個だけ、うん、ゲームウォッチではないですそんな古いもんね、大ヒントだな、ちょっと書き直すね1個消えた
これじゃないかな。オイルパニックじゃなかったか、ね、オクトパスでもなかったか懐かしいな。フラッグマンじゃなかったか。何それ、何それ、いやゲームアンドウォッチのゲームでしょ、ゲームのやつ、ねね、初期の頃、ね、お前の好きなゲームウォッチのやつだよ。本当だよ。あでもね、なんかあんま聞いたことないな、やってるソフトをこれの。なんか違うかもしんないけど、まあでもなんとなくこれかなって、はい、かけました。確率の一つとして、はい、うん、じゃあいきます。はい、はい、せーの、せーの、あれそっち行った。アドバンス世代かなって。いや単純に世代的に確率高いかなっていうだけ。そう、俺はゲームアドバンス SP を書こうとしたんだけど、でもゲームアドバンスでやってるゲームってあいつ言っても聞いたことないなと思って、うん、そう、俺も聞いたことはないなと思ってた。だからやっぱ弾丸論破とかでやってる PSP にしてみた。やったね。あやってた、ね、あそうそう、まさかビータはさすがに上げにくいから PSP かなって思うな。うん、でも V3 とかあれだよね、ビータだよね、弾丸論破は。違ったっけ。そうだね。でもビータはそんなにやってないからこれかなって。ビータなんだったらそのために買ってるもんな。そうか、あんまやるゲームないもんね。ないですね。これちなみに SP とかあれだよ、ミクロだった場合はずれですからね。一緒じゃん、入る。一緒じゃない、これはもうダメです。これはダメです、これそれは決めんのはもう折り畳みになっただけじゃん。いやでも SP ってわざと書いてたらそれはずれじゃん、それはね。まあまあ、なるほど。アドバンス世界だったらそれはもちろん正解ですけどね。機種は SP は違うからね、ちゃんと明確に。そうそう、俺 SP の方が大好きだから。はい、いきます。はい、 SP いいよね、充電できるの。おっと、アドバンスだよこれ。アドバンスだ、ゲームアドバンスね。やったやったやった。あれ何がやったもうメーカーも違うの。何がでも俺も英語の3文字だから俺の方が近いって言えるんじゃないこれ。1個も合ってないけどな。なんでゲームアドバンスなの。単純にアドバンスのソフトそんな数はやってないのもあるけど、うん、まあ、ポケモンとかだったけど、うんうんうん、アドバンスってゲームボーイカラーとかのゲームもできるから。そうね、そうだったね。いやアドバンスって結構好きなんだよな、みんな。ゲームボーイカラーのゲームだってやってんの。そのポケモン金銀とかもそれでできるしさ。そうっすよ、モンスターズとかね、最初の頃からなんかそういうのもやってて、うん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 、そっか、ワンピースのゲームとか。あーでもそう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 、夢のルフィ海賊団とか、そうゲームカラーだもんね。うん、そういうのをやってたから。そっか、あとゲームアドバンスって言ったらコンゴー君の大冒険とか。知らん、わからん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 。コンゴー君の大冒険、筋肉番付け、やばいこれ。いや筋肉番付け先につけろ。番付けあったな。コンゴー君を先に言うな。筋肉番付け先に言うだろ普通。でも俺書いたらゲームアドバンス SP って書いてたから外れてたな。SP はちょっとちょっとな。 SP はマジで綺麗だし画面でかいし。いや分かる分かる、まあ、よかった。なんかライト機能あるもんね。でもね、うん、俺欲しくて買えなかったんだよな当時。あーごめん牛、ごめんね。何が気をつけなかった。買えなかったのか。アドバンスすでに持ってると SP は買ってもらえないから。あーそうか、ごめんね。あーそれはそうなのよ。そういうこと。 SP 持ってたけどやってた記憶ないな。まあ俺もそんなにやってないんだよ PSP。 でもまあ俺もやんなかったな。モンハンとかやらなかったから俺。うん、モンハンもやんなかったな確かに。なるほど。でもみんなモンハンだったもんね、うんうんうん、PSP モンハンだった。そうだね。でも携帯側のモンハンもやんなかったな。じゃあ次いきます。はい、あれこれウシーとかしてたんだな。超派手来てますよ、来てますよ。資産ポイント、うわ俺これでも俺あれえさすがにええこれもうさすがにひねる必要がもうなくなっちゃうよ。いっていいんじゃない、うん、そのままなんだよね。さすが違ったら割とにわかじゃん。本当にそうなのこれ。これもうそのままやっていいん、捨て問題レベルになってるけど。そういうことなのか。これ俺以外の3人とかの方がそう、ね、あーわかんない確かに。意外とわかんない。いやでも俺はわかるし、俺はよく言ってるよ。ああ、あれ、あ、そうそうそう、知ってる。ウッシーも、まあ、そうね、ウッシーも言ってる。まあ俺も割とよく言ってる。俺も何度も言ってますよ。ガイさんも言ってるから、うん、そうね。これは割と全員公開してる情報なんだ。誰も被ってないからね。はい、はい、そうね、はい、じゃあせーの、あ、はいはい。おい、言い方、言い方がやひどいな。やらしい言い方してんな。やらしいな。やらしいな。いいこと言いそうだ。だってみんなサッカーって書いちゃうじゃん。まあサッカー、まあ、まあサッカーです。部活なんだよね。なんか部活で会ってるよね。部活でやってたんだよな。いいっすか。はい。
はい。あとそうだよ。ほら。いや入ってねえのかよお前。ほらほら、おくそー。入ってねえのかよ。確かに大学もずっとみんなでやってたけど。うんうんうん。でもそういう部活とかに入ってなかったな。やっぱそうだよね。サッカー部入ってねえのかよ。ほらもう。部活。なあもうなんかそう俺の疑問を打ち消すな。気づきかけてた。あそうなんだ。運動部に入ってなかったのか。いやなんか外でやってるようなぐらいのイメージの方が強かった。ね、だから小学校とかはやってたのかもしれないけど、うん、そういうさ中学校とか。それは知らんわ。そうなんだ。高校ではやってないんだ。ああ自分の趣味がおかしいってことじゃなくて。聞いたことあった。普通に集まってサッカーだった。ステモンとか言うな、お前。なんだ。なるほど。嘘並べたのにな。これ知ってた。並べたね、俺知ってたんだな、これだから知ってたんだ。多分なんかで言ってると思うよ。確かに部活の話って聞いたことねえな、言われてみればね。そうね、部活っていう話では聞いてないな。体育の授業のサッカーの話はしてたけど、うん、確かに部活の話はしてなかったね。ずっと遊んでるイメージしかないもん、こいつ。あ、ガチでやったことはないってことだな、確かに。あ、やってたの、サッカーはずっとガチでも。小中とかね、多分ずっとウィーレだったのな、多分ウィーレでサッカーやったから一緒じゃん。サッカーやった気でいるだけなんだね。いたね、ウィーレでね。あったけど、エディングで自分作って、オール99で。やる、絶対やる遊び。じゃあ行きます。絶対やる。はい、はい、うわ、これ難しいの来た。え、あなたの好きなロボットを一つあげてください。いや、いやいや。知らねえよー。でもこれは何でもいいからね。これはパッと浮かんだやつでいい、俺が。うん、いろんなロボットあるから、いろんなロボット。じゃあ俺もパッと浮かんだやつ買うわ。俺も浮かんだやつでいいや、これで。もうロボットっていうくくりが俺詳しくわかんないから、もう自分で思い浮かぶやつにするね。そう、もう 何,、はい、何でもいいよ、これは。俺も思い浮かんだわ。はい。うん、はい、俺も書きました。いいです、OK です。はい。これラスト？そうなの。ラストになんね、はい、はい、じゃあせーの、はいよ、はい、はい、はい、オッケー。おー、アイボ、アイボね、アイボ聞いたことないけど、アイボ、アイボロボットでしょ。アイボロボットです。ドラえもんもまあロボだね。ロボット、え、メダロット。あー、メダロットなんだそれ。メダビ、メダビ、メダロットの一番有名なカブトムシみたいなやつ。カブトムシがダメだ。あれ、メダロット知ってるよね。メダロット見てたよ。そうだよね。うん、デッドさんの名前の由来の。そうね、そういうことです。アニメやってたから。じゃあお願いします。いいっすか。はい、はい、はい、これでもね、いい、もう誰か、はい、あーってなる気がすんな。そんなことある、はい、ルンバか。ロボットの話。あー言ってた、確かに。勇者シリーズだけど、俺も知らんのよな、別に勇者シリーズ。言ってた、これ勇者シリーズじゃねえだろって。勇者シリーズに俺入れなかったもん、結局。いや、黄金勇者ゴールドランの話してるって。言ってる、これ。知らんな、俺。いや、うちいる前でもしてるって、これ。してる、してる。多分聞いてないな、もう。誰かの動画の時に言ってるもん。黄金勇者ゴルドランの話。うん、黄金勇者ゴルドランの話。マジかよ。知らねえよ。だからガオガイガーとかの友達なんだよね、言ったら。まあでも多分そういうシリーズなのか。でも俺黄金勇者ゴルドランしか知らないからな。知らないのよ、ロボット。ゴルドラン。かっこいい。そう、俺ロボット黄金勇者ゴルドラン。サンライズ系なんだよ、多分ね。あるって、あるって、なんかあるって。本当にいいのかな。黄金勇者ゴルドランいるって。もしかして黄金勇者ゴルドランの勇者から来てんの、もしかして。俺と同じで。そのさ。それで勇者にしたの。それで勇者にしたの。黄金勇者ゴルドランから。違うんかい。いや。いや。全然違うよみたいな、やめろ。じゃあ。これ当てれたのに。当てれねえわ。思いつかない。思い出せない。この名前は。わかんないわ。どれかわかんねえもん。それだとしても。じゃあこれは。気を。ボーナス問題だったか。帰宅部は外したの痛かった。そしたら追いついてたね。追いついてた。そうね。じゃあ頑張ってね、3人で。ドム。三人の器用で。一緒になろうとしてる。三人の器用で。三人の器用で頑張って。すごい。いや、これも一応俺もワンマンに入るから、これ頑張ってもらって。見てる、応援するからさ。そっか、レッサーは俺ら一人だと思うんだ、その時は。そう、一人に見えるから。そっか、でも器用はそうだね、ガシさんと分け合うことに。そうね、なったからね。すごいな。難しい、でも。
じゃあ俺4の方もらうわ、はい、ガチマンさんお願いします。キーと4で分ける、はい、自分さん、はい、じゃあ俺どこに行くんだよガチさんはまあそう、俺分かりやすいよね、分かりやすい方な気はするんだよね、割と王道だから、うん。